行っていうじゃない、うんうんうん、僕最初にあれ英語だと思ってたの、うんうんうん、ブレイクオールだと思ってて、ね、ブレイクオールブレイクオール、うん、だからマナーも全部ブレイクオールなのかなと思って面白い英語使うなとか思っててだからかんあ漢字なんだみたいなね確かにね、うん、そう当て字できてんのかなあのドンマイドンマイみたいなねあれ英語じゃないあそうなのドントマインドだからドンマインそうあれドンマイだったのそうドンマイドンマイドントマインドうん、だからブレイクもそうなんかな和製だったんだね、うん、和製だったんだちなみにお寿司のイクラ、うん、あれはロシア語で魚の卵って意味だから、うんうん、基本的になんだっけあの魚の卵系は全部イクラなのよいや皆さん今日はね、うん、まあのトリビアになりましたけどあそれそれ言ったらたぬきうどんの由来知ってるきつねうどんがあるじゃないたぬきと関係ないんだよねきっときつねからのカウンターパートで来てるのかなそう思ったでしょそしたら、うん天ぷらの種がないから種なしのたぬきなんだって種抜きのそういうことで言うと、うん、じゃあもう一個トリビア1個ぐらい返さないと教養はもともとないんだけどこけしブームでさ今こけし店こけしアート店とか言ってあのこけしにアートやってるのいろんなところでやってるやってんだ、うん、あれね、うん、みんな知らないのこけしってどういう意味か知ってるって言ったらびっくりした女の子があもしかして子供消すって意味そうあれは水子なのそうなのよその供養なのよあだからそれを作ってる生産地に行ったりするとある霊能者なんかものすごい感じるみたいな、うん、よくも悪くもねだからそれをアートにしてこけしこけしてんとかなってね恐ろしいことだよなるほどね知らなくていいって知らなくていいのかもしれないけどねそっか